こんにちは、ラディス。今日は23面のステアーズという面をプレイしたいと思います。今回ね、敵は3勢力で、私がここ、赤がここ、緑がここなんですけど、こう緑地は低いところにあって、この白いところはあの高台になってるんですよね。で 緑の緑地まで降りてって、で白いところに登って攻め上がるのがすごい難しいんですよ。どうやって攻めたらいいのかなって分かんないんですよね。まあ最初はとりあえずそのキャンプを立てて、でランドポイントでファクトリーを建てて、これでだいぶランドポイントもらえますよね。で79で最初にうまく土地を獲得できるかっていうのがポイントなんだよな。こっちに置いた方がいいと思うんだよな。こっちに工場を置いて、こっちはキャンプを置いとこうかな。でまた工場が建てられるから、どこに、ここかな、やっぱりここに工場を置いて、こっちはまあファクトリーじゃなかった、キャンプで抑制しつつ進んで、そっか、船とか使って先に高台を占領した方が良かったのかな。ここはここでキャンプを、ん？キャンプじゃないよ。ファクトリーを置くでしょ。でこっちはこっちでキャンプを置くでしょ。こっちも工場を置いた方がいいのかな。一応置いとくか。やっぱり緑が来たか。ここを赤取られるのはまずいよな。工場を、まあこの辺キャンプを建てて、でここな、ここよ、絶対抑制しないとまずいから、こっちはまあこれでいいんだけど、ファクトリーには勝てるはずだから。この辺にちょっと引き気味に作っとこうな。で、あとは、あとここか。ここも城を建てて、一応城を置いて守っておこう。
で、キャンプはちょっと引き気味に立てておこう。で、こっちは、まあこの辺はいいだろう、これで。ここだよな、ここなんか取れればいいんだけどな。よし、よかった。で、あとは、こんなもんかな。よし、あとここはタウンを建ててった方がいいだろう。お金でタウンを建てて、キャンプして、ここもまあキャンプして、それで、あ、ここな、ここは、城を建てて、抑制していくと。で、あ、ここにシタデルが来たのか。シタデルは壊さないといけないからな。で、城建てすぎか。で、ここも城を建てとくかな。こっちに建てると攻撃されるから、ここに建てとくと。こんなもんかな。あとやり残したことはないかな。あ、ここな、ここも攻撃してっていいよな。うん、攻撃してきたか。城とタワーだと城が勝つんだよね。だからこうやって城の後ろにキャンプを置いて、城と、まあ、あのすごい進み方はゆっくりになるんですけど、で、城をここのタワーの前に置いて、で、後ろにキャンプ、ここに置くとタワーで攻撃されるから、キャンプはその1個後ろでってやれば、こういう配置でいくと1マスずつ進んでいけるというね。ここにキャンプを置くと攻撃されちゃうんだよね。だから、まあここはまあ多分大丈夫だろう。いや、ここダメだよな。もう慎重に慎重を期して、キャンプが壊されないように進んでいくというね。この辺は、あ、この辺ちょっとダメっぽいな。あ、もうダメっぽいな。まあこの辺はだから、あの迫撃砲のポイントが来たらここで壊すかな。で、ここは、うん、時間はかかるけど、ね、こうかな。いや、まだいいか。城置いとこう。とりあえず城だ、城。で、あとこっちの方がお金で、
収入も増やしていかないとな。この辺は、あ、この辺もう満ちてるじゃないか。いいかな。来てしまったか。こういうところ、置いちゃっていいか。城の方がまあ強いっちゃ強いよね。で、あ、こういうとこも来たか。こういうとこも城を置いて、で攻撃されない位置にこうやって引くように。戦法どうかな。城と攻撃されない位置にキャンプを置いて、前線は城で固めるというね。こうか。まあここは壊れるからいいか。お金があるな。もうね、迫撃砲とタワーの打ち合いに疲れた。城とキャンプでちょっとずつ進んでいく。あ、ここはちょっとまずいな。ここにも城を置きたいんだけど、あ、ここに迫撃を置こうと思ってたんだ。ここは迫撃を置こうと思ってたんだ。で、こういうところは城を置いていくと。それで攻撃されない位置にこう抑制を置いていくと。で、あ、来た。こういうとこに城を置いて、ここは攻撃されちゃうから、あ、まあここはいいか。ここだな。よし、こういうふうに城とキャンプの組み合わせで攻めていく。お金で、よし、こんなもんでいいかな。ここにちょっと置いてもやられるだけなんだけど、ここちょっと
聞いてしておかないとな。あーもうしょうがないわ。もうせっかくいろいろ考えた戦術が結局は台無しや。こっちを潰しようかな。拾うか、拾うかれたか。なかなかネスタジェルが思うように置けないから城で進んでいくしかない。ここはマイナス290になってるでしょ。よし、これでいいな。うん、まあここも城で、もうこのポンとこう破壁橋が来た時の絶望感。もう1対1だったら負けないのにな。もう赤が余計なポイント見ついてるから、こういう悲劇に出くわすというか。まあでもこうやって城で進めていけば破壁橋が来てもいきなり壊されるってことになるから、ちょっと余裕がありますよね。こうやってじわじわ城で進んでった方がいいんじゃないかっちゅうね気がしたんだよな。あはこんなとこに白鳥を、赤も緑もこっちを攻めすぎだろ。ダメだ、しょうがない。ここ本当は城で行きたかったけど、背に腹は変えない。よくもやってくれたな。うわ、なんだこら。まあ一マス置かれると城も弱いよねお金はあるから、こういうとこで地味に城で進んでいくしかない。ここはちょっと緑に置かれるとまずいかな。まあでも置いとくか。こっちがまたここに緑置いたのか。あーせっかくここに作ったキャンプがやっぱりダメだ。やっぱりちょっと隙を見せるとすぐやられるというね。どうせ城は 1範囲しかないから階段を登っていく役はぴったりだよね。うん、来たか。ここに迫撃を置きたいなここに迫撃を置きたいけど、稼げるポイントがないな。赤が2か。とりあえず城置いとこう。それで70なのか参ったな。もうこっちに、もうこっちばっかり、我々ばっかり攻撃しないように
ばっかり攻撃するんだろうな。マイナス540か。こういうところにあの波形置かれるともう非常に攻撃できないんだよね。ここマイナス1040でしょ。城ここに2つ置いてもここ自分の領土にはならないんですよ。もうほっとくしかないな。でこういうところが、まあ、とりあえずここはこれで攻撃するからね。あーもう結局こういう戦いになるのか。泥沼や。
非常にやりづらいんだよね。地味に来ようとしてるじゃないか。油断も隙もないな。ここはここ置いとこ、攻撃されるから、ここに一応予防のために置いとくか。で、うん、ここな、ここはまあ城置いてとりあえず進んでいくしかないか。ここは一応これで攻撃はできるけど、うん、城で進んでいくか。ここの城、こっちの波形橋で壊れるんだった。ミスかな。まあミスなんていつもミスだが、こうやって階段登ってくのがすごい大変なんですよ。わーした。こう、2段上に波形橋置かれるともう何もできないんだよね。参ったわ。ここに波形橋置いても攻撃できないんですよ。で、ここが、ここに波形橋があるから、ここマイナス1000とか、マイナス550か。ん？ここマイナス50か。まあ、城、3つ並べて、いけるかどうかっていうとこなんだけど、人口、あ、じゃあここ、いや、ここ城、ここの人口を増やすには、ここにボートでも置くしかないか。じゃあお金でボートを作っておくか。そんで、でもここの城が壊れちゃうからな。もったいないけど、こうしとくしかない。で、またここに城置かなきゃいけないんだよ。それで、うわぁ、もう1個置かれただと。もうこうなったらどうしようもないわ。こうなったらもうどうしようもないから、こうなったらどうしようもないから、もうここは撤退だな。ここは撤退して、こっちの赤はいいか。こっちを攻めような。もうこんなのは、せめて、こっちの余力がものすごいある状態でない限り、せめてどうにかなるとは思えないんですよ。うわ、赤どんだけ、あ、もうこういうとこに置かれたらもうダメだ。もうこっちにもこっちにも進めなくなってしまった。参ったな、こりゃ。ここ、もうここも放棄だな。こっちの、ここもダメか。ダメだ、どこも階段の途中に波形橋があって攻めらんないわ。どうすりゃいいんだこりゃ。まあ船で行くしかないか。お金がないわ。船で行くっちゃってもな、こっちの緑、上から行く方がちょろそうではあるんだが、こっちから行くか。こっちから行くって言っても、ここの波形橋をどうにかしないといけないんだよね。お金をちょっと貯めないとな。まあここはやられちゃうけど、ここもやられちゃうな。やられちゃう
上に登ってくの、どうしようもないんだよな。こっちから行った方がいいか。このボート邪魔だな。このボートをとりあえず破壊。うわうわ、もうあかん。こっちにも白液を2個も置かれた。もうどこもどこもかしこも行き止まりや。こうか。そしたらこっちから行くしかないか。いや、もう一個、もう一個置いて、こうやな。何？城を置いてきた。うわ、せっかく壊したのにもう一回、白液置かれた。ここ置いといて、ここはもうこれで、ここはこれで膠着状態になると思うんだけど、そしたらもう進んでいけるところがないんだよな。ここもうこれで済みでしょ。ここはねちょっと攻められるかもしれないな。どこどこを攻めていけばいい。もう階段登ってくの、もう無理やな。そしたらもうここで行くしかないか、やっぱりここで行くしかないか。でもなー、ここで行くしかないか。もう何もやってこないと思うんだよね、こっちも。こっちはやってくるかもしれないけど、まあやってきた時に考えよう。それであとやっぱ段差がないところを攻める方がいいわな。といってもこれ、このスタデル立てたとしても全然前に進んでいけないんだよね。この辺まだ全然抑制されとって。だからまあ、ここに城を建てて、で、この辺に船でアタックするしかないな。こっちの白域を壊せばいいのか。そうすると、お金がないわ。でもこっちの方攻めてこないでしょ？こうやって白域砲が向かい合って、間にこう空白があると結構何もしてこない。よっぽどコンピューターに資金があるとき以外何もしてこないんだよね。よし、うわ緑か。そうしたらここの白血を潰した方がいいよな。ボートでで豪華客船で、うわもうダメだ、赤の総力戦だ。あ、一気に受けたか。赤は？赤まだ4とかあるんだよな。まいったね、こりゃ。とりあえず城置いとこう。うわ、来ると思ったよ。来ると思ったよ。もうここだけに集中すればいい感じ？そうやな。そしたら、いやいや、もうちょっと置いてから、もうちょっと塔を置かれてからにしよう。結局置いとくか。赤は赤さんだもんな。何もやってこないから。よし、で、まあ、こっちはこっちもこっちも大丈夫と。地味に結構船が来てたりすることあるからな。気をつけないと。あ、ここは城じゃ増えないな。終わった。嘘だろ。
うわ、2つも来た。勘弁してよね。ここがマイナス400。どこぐらいなの。あー、ここの城は壊されたな。お金がないな。お金がない。プラス100か。大丈夫か。大丈夫やな。さてで置いたところでな。ここはまあ多分迫撃砲が正解なんだけど、ちょっと相手のあれが。ここはマイナス100か。もうどうしようもないぞ、ここ。まあ、ここに迫撃砲をお金で置いて、それであと船で、この辺増やすしかないな。ここは00だから。まあ、船でな。200、200。ん？いけるか。大丈夫だな。やばい。赤の迫撃砲ポイントが8もある。迫撃砲ポイントじゃない、コンクエストポイントね。次なんか、よし、こっちにはやってこなかった。よし、使ったな。こっちの方で緑とやり合ってんだろ。うわ、すごいやり合ってる。ここもだ。大混戦になってるわ。ここでやり合ってる間に私がこっちを攻撃するか。うわ、3つも置かれた。まずいな。この辺どうせやったところで白いとっか。なに、どうせここにも発掘はある。それでもうこの辺に下で置かないとどうにもならないな。中を壊して、まずい。ここだ。ここの城が来るごっこや。なんかやってくるじゃないか。あ、まだ7ある。ちょっと様子見だな。もう一旦様子見。よし、使ったけどまだ5ポイントある。なに。あ、こっちに赤は？こんなとこにスタベル立てても、ここですごい抑制してるからこっちには増えてこないな。よし、そしたらここに迫撃砲を立てて、スタベルか。こっちもスタベルを立てたいんだよな。ここにボートを置いて、ここにスタベルをマイナス450とか。あ、スタデル置いても、あ、ポピュレーションブラス500なのか。スタデルってスタデル置いたら一応増えるかな。よし、またこんな端っこに置くのもったいなかったな。スタデルもう今更行ってもしょうがないけど、うわー、置かれた。ここまでか。モチベーション、ん？ここなんで500も？あ、増えていかないのか。そうやな、こういうとこにはゼロだから。こういうキャンプで、キャンプの、あ、ここ何も聞いてないんだ、土地が。こういうところは城で奪えるよな。こういうとこは城で、キャンプで奪ってももちろんいいんだけど、キャンプで奪うとこの辺に迫撃、タワーとか迫撃を置かれて、相手にポイントを献上するっていうことがしょっちゅうあるから、城で奪っていた方がいいな。こっちは？あ、緑がちょっとここに嫌がらせしに来ている。ここの迫撃砲ね、これはちょっと壊しておきたいな。船でこれで勝てるかな。あー、なんか やられそう。ここにこう置いて、こいつだけ攻撃しとこ。あー、なんか墓穴を掘った気がする。相手にポイント与えてしまった。工夫した嫌がらせを受けている。改良した嫌がらせを受けている。
ここをどうにかする前にこの辺にやっぱり下取り置かないと。お金で下取り置いとくか。よし、でここに迫撃砲を置いて、ブブブ、ここにはとりあえず城置いとくか。それでん、ここゼロか。まあ城で進んでいけるな。置かれたか。こんなとこに置いてくる、参ったな。14ですよ。どうしよう。まあもうどっちにしろここに置くしかないんだけど、次何、何をやってくれたの。あ、下で置いてきたか。下で置いてここに迫撃砲か。そしたらここの迫撃を潰されるわけにいかないから、もう赤と緑の争いは終わったな。こうやって空白ができると、迫撃砲が向かい合ってこうやって空白ができると終わっちゃうんだよな、争いは。だからまあここはまだちょっと争ってる感じするな。だからもう私と赤の戦いになってしまった。まあいいかな。ここ赤か。そしたらこうでしょ。で、よし、また置かれたか。もう泥沼の争いなんだよな。うわ、来たか。まあ来る、そろそろ来るとは思ってたけど、でも一時に比べてなんか赤の、あ、赤と緑が、あ、赤と緑がやり合わなくなったから、赤と緑がやり合わなくなったから、あんまり迫撃砲コンクエストポイントがたまんなくなったんだな。で上からどんどん攻めてはいけるが、あ、地味にやられてる。ん、この辺なんか地味にやられてないか。ちょっと援護しといた方がいいか。城でも置いて、ここはこうでしょ。こっちも攻撃しよう。こっちにあるからここかな。よしよし、赤の収入が535か。うわー、参ったな。もうまたなんかやり
合ってんのか、緑と赤が。この辺でやり合ってんのか。あ、こ、ん？あ、ここでもやり合ってんだ。ここで、緑が赤に、ポイントを献上している。どっちの方に攻めていこうかな。ここ攻めていけば、773。こっちもこっちもスッカスカなんだよな。まあ、とりあえずこっちは行っとくか。うわ、また来た。ダメだな。ここ、マイナス550で、白2つ置かないと、悪影響が受けないや。こうでしょ。で、550か、450。さあ、ここに城置いて、この辺はまあキャンプで抑制できるけど、ダメだな、まだ赤に攻撃されるわもう何回やってんだよ、ここ。いい加減にせよ。何回同じことやってんだ。もうここだな。うわ、こいつ赤にポイント与えてたまるか。で、とりあえず城で進んでおこう。こっちは攻撃できても、これこっちから上攻撃するんだって無理、無理っぽいんだよな。ん？あ、こんなとこに城置かれてるじゃん。まあ、ん？あ、この迫撃をやられるんじゃないの。こうやってお金に余裕が出てくると攻撃してくるんだよね。ん？ここはこれで進めるな。これもこれで進める。ここは負けるとまずいから、ん？負けます。もったいない。こっちの方がスカスカだな。こっちも、うん。マイナス1000とか、ここがマイナス550。あと200タイルか。なかなか厳しいよな。ここに、ここは攻撃されないからここはまあ置いといてもいいよな。で、城もここに、まあいいか、これで。うん、ここなんか私にポイント献上してるだけじゃないか、ここ。まずい、赤が、赤がなんかやってくるわ、次。
こっちか。いいかな。この辺はシャベルで進むか。山シャベルとかどっか行こうな。もったいないけど。で、自動的にカウンターポイントが稼げてしまっている。ここはシャベル立てとくか。いいかな。これはやられるかもしれない。でもうまくいったら占領できる。この辺こうか。ちょっと危険だな。ここにキャンプ置きたいけど、ちょっと危険かな。こっちは大丈夫かな。まあ城を置いといてもいいか。何？ここか。ここにせっかくスタデル置いたんだから、この辺も抑制していこうかな。ここはちょっと危険だな。危険だけどうまくいったらうまくいくというね。何も来るな。よっしゃ。大丈夫だな。ん？ここなんか、ここになんか置いてたと思うんだが。置かれたか。この辺はもう、450。ここはもうこれ置くしかないな。ここもこれを置いて、緑が私にポイントをどんどん献上してくれてるおかげですごい助かってるんだが、ここにシタデルを、ここにシタデルを置いて、ここに迫撃機だな。あ、しまった。ここ攻撃できないんだ。まずいまずい。この迫撃砲めちゃくちゃ役に立ってるよな。ここはダメだな。え？ちょっと怖いからいろいろ置いとこう。あ、ダメか。ここシタデル、シタデルに負けるシタデルに負けてしまう。うわー、白いぐらい。ここ置かれた。ここはここも迫撃砲置いとくか。うわ、緑の方向。こっちの方はどうなってるんだ。どうにもなってない。しっかり目を離してしまった。あ、すっきり壊されてしまった。ここの迫撃砲壊されたらまずいよな。こんな普通こんな発生症のところに敵は突っ込んでこないんですよね。よっぽどこれ緑お金が余ってるっちゅうことなんだよな。ここはこれに攻撃されるからダメだな。で、あとすっかり忘れてた。これでだいぶ緑をいただいたな。あ、もうこれでいいか。ん？なに？ここなんか心配になってくるな。あんなに攻められてる。ここ、これ置いといたんだけど、そんなに攻撃される。ここ、あ、城を借りてるのか。ここのシャベルを壊さないとダメだな。うわ、壊された。
あ、まずいまずい、すっかりおろそかになっていた、こっちの攻防が。あははは、まずい。せっかくここ攻め込んだのに、大バカ者や。うわー、もったいない。なんというもったいない。お金で。またサドルかけてきた。どんだけお金あんの？緑。うわ、こっちもや。あ、ここもや。ここ。ここにサドルかけようと思ったんだよね。で。もうここいい加減、あ、これでようやくここ緑のタイルじゃなくなっちゃった、後ろ置かなくなったんだ。これででもここのこれに嫌がらせされるんだよな。あ、これでもうここで稼ぐことはできなくなったってわけなんだ。いいんだか悪いんだか。城で詰めていくか。この2つのキャンプ邪魔だよな、ほんと。ここもいけるか。あ、でもなんかあんまり戦線を拡大するとよくなさそうだな。あと1000ちょっとなんだけど、あ、ここはちょっとやり合ってらっしゃる。こっちの方進んでいくのが一番楽そうっちゃ楽そうなんだけど、あは、ここか、しょうがないな。もこうやって一段一段進んでいくしかないんだよな。この辺はこの辺じゃないな。じゃあここ、これ置いとこ。え、ここはこれこれで壊れるでしょ。うん、これもこれで壊れるかな。うわ、全然抑制できないわ。参ったな。ここはこれでいけるか。ここはな、何もやってこなければいいんだけどな。よし。ん？ここか。まだ大丈夫か。こっちから行っても、あ、こっちから行ってもこっちから行っても同じじゃん。ここは一個抑制。バクチですよ、こういうのは。ここはもうちょっと迫撃を置かないとどうにもならんわな。うわ、来た。バクチが失敗した。よし。この辺の壊れたらまずいよな。どうしよう、お金が足りない。どっかでポイント稼がないと。うわ、2つも壊された。こうなると赤がすごいやってくるんだよな。まあいったな、こりゃ。赤の発揮ポイント8か。うわ、もう終わりや。こっちは意外とやった。さあ、とりあえずここはこれ置いといて、ここだよな。うわ、2つも置かれたんか。ここはもう諦めるしかないな。
めよう。ここはもう戦術的撤退。こっちから行こう。こっちから行ってこっちから、ここをどうにかしないとどっちにしろダメだからな。ここがなぜかわしのものになったぞ。爆地を機械置けるし、爆地置いとこう。で、あ、ここにシャベル置いた。あ、なるほどな。おっしゃ、ゲットできました。ここに迫撃砲が来たか。で、ここはね、多分もうこれ攻めては来ないと思うんですよ。こう迫撃砲同士が向かい合っちゃうと、まあ、この辺ちょっとだから城で進んでいこうな。後ろでガードしてもうここかな。まあ、とりあえず守っとく。ん？攻めてくるか、来るか、来るんか。ここに空白がないとまずいかな。この辺人口は全然増えていかないんだな。よし、城を置いて進んでいこう。あ、また来た。こう、これまずいな。まずい、これは非常にまずい。緑にやられる。まずい、これ非常にまずいわよ。ここを守っておかないと。うわー、やられた。とりあえず城を置くか。いや、迫撃砲がないとどうにもならんよね。あと1ポイントどっかで、あと1ポイントどっかで取らないと。ここで取れるか。次のターンで。何？死ななかったか。うわー、やられる。で、ここに迫撃砲を、ここ、え、ちょっと待って、ここに迫撃砲があるじゃん。置かれたんか。またこのパターンか。うわ、なんじゃこら。こううん、ここはもう多分大丈夫だと思うんだけど、あ、ここか。ここどうすんの、どうすんだね。うわ、非常にまずい。まあ、これはここでいいか。で、お金ないはずだから。うん、ここ迫撃砲来てんのか。なに、ちょっとここだけ。ここの迫撃砲が思わず役に立ってるな。また壊されちゃった。ちょっとこっちの方進めていかないと、いつまで立っても。迫撃砲来たか。ここは取らないとどうしようもないからな。取るしかないな。緑がすごい攻めてきてるけど、結局は儲かってるのかな。こっちの方が、私の方がね。で、あとはここを潰してって、ここにシャベル置いたでしょ。あとはこの辺をちょっと順次
どこだっけ、ここか。あ、もうここ置かないとまずいよな。そしたらまたここに迫撃砲を置けば、ここで無限にコンクエストポイントが手に入るというね。人口が増えないような、増えるような。よし、赤何もお金がないはずだ。コンクエストポイントも赤ないな。よし、こっちから攻撃されるのか。ここは何、結局迫撃を置くとか。なんかもうここで、ここでなんか無限に目標ポイントが得られるポイントになってるな。何か、あ、ここにも置かれたか。もうでももう今更って感じだよな。スタデルをあれここに置いて、ここの迫撃砲がやられないかだけちょっと注意してみるところで、ちょやられたら補充するというね。どうすかな、あとちょっとなんだけどな。なかなかこの辺にスタデル立てて、お金でスタデル立ててこっちを攻めるか。あとここももちろん攻めていいんだけど、ここはでももう上になってるから、段差になってるからやりづらいんだよね。こっちで行った方がいいな。まだ大丈夫だな。まだ迫撃を使っても大丈夫だな。結局はこのスタデルを立てて、迫撃砲で進んでいくパターンになってしまった。うわ、ここに迫撃砲が来たか。ここに立てるとまずいんだよな。ここだな。で、こっちはまだ大丈夫かな。ないし、あれ、迫撃砲ポイントもないから、これで行動できる。あ、ここの、ここが死にそう。あ、やられた。そんで、あとはここ壊してもあんまり意味はないような気はするんだけど、まあ一応壊しとくか。もう赤お金全然ないんだ。あ、赤の領土ってもう全然ないんだ。なんだなんだ、赤のお金全然ないやん。そしたらコンクエストポイントはちょっとあるから、危ないっちゃ危ないんだけど、
ここに赤の辺があるのか。何こんなとこ攻めていけないよ。あと15どこで取るって。ここか。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ここちょっと取って、あ、ここあったここか。ここちょっと取れば終わりかな。そしたらここに、ここにスタデル立てて城を立てないとダメだな。で、あとはここのこれもうすぐ壊れそうだからキャンプでいいな。キャンプで抑制攻撃して、ここはボートにやられるじゃないか。城にしておくか。お、勝った勝った。いやー大変。実は2回ぐらいテストプレイしたんですけど、とにかく階段攻め上がるのがやっぱり全然できなくて、すごい何時間も食っちゃったんですよね。まあ今回もすごい時間は食ってしまったんですけれどもまあなるべく上に登るところは迫撃砲を向かい合わせて早々に諦めるという作戦で行きました。それでは失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。